んだ。ねえ、ここだけど。あんたじゃない、うちの猫だ。スパイダーマンから名前もらってよ。けどクズどもがうちの店に押し入って、あの子も連れてっちまったのかも。何それ、ひどい。どっちに行きました？確か配電所に向かうとか言ってたな。数ブロック先だ。見つけてきます、猫もね。ああ、そんじゃ頼むとするよ。スパイダーマン着いたら元気に電話しよう。でもなんで配電所になんか。アンダーグラウンドなら罪悪感ゼロ。入り口あった。ガンケ、ヘルプ。売店に入ったコソ泥が近くの配電所に来てるらしい。なんだそれ。よっしゃ、任せとけ。ライブ配信見とくよ。変圧器を撃ってる。なるほど。これ行くぞ、壊し。待つだけってな、どうも。おねんねしてて。まっとうな悪人が勝手にくるはずになってきたな。一発当てておさらばしたい。ダメとはいえ、ここは俺の町だ。油断しちゃダメだよ。開けた場所ってのは落ち着かねえ。なりまくりだ。飯持ってくりゃよかったぜ。なんなんだよ。おい、こっちで問題発生だ。64% まで下がってるな。バックアップを動かさないと。
システムか。ヒーローよ、向いてるんじゃない？まさか、俺はただの観客。あとは猫を探すだけ。スパイダーマン、ねえ、待って。スパイダーマン、シャフトを降りてた。固定しなきゃダメだ。落ちるの、これじゃ落ちちゃうな。やった。待ってね、スパイダーマン。今行くよ。スパイダーマン、待って。もう。奴らの狙い分かっちゃったぜ。通りに銀行があんだ。停電すれば入り放題。電気を戻せば銀行強盗を阻止できるってこと？犯罪を未然に防止。未来を知ることができるのは彼ら二人だけ。運命は彼らに託された。はいはい、集中集中。よりにもよってこんな場所を選んだんだ。見てみろよ、ハーレムはめちゃくちゃだ。ボスはチャンスを逃さない人間だからな。お前なんで雇われたんだ。前にも仕事したことあんだ。お前は知り合いの紹介、話が来て舞い上がっちまったぜ。必ず成功させる人だろ。間違いねえな。ブルックリンで仕事を受けた時の話聞いたり。出しの時のよ、最高だぜ。おい、こら、気をつけないとおめえも感電してカキフライになっちまうぞ。はぁ、カキフライ？カキは空飛ばねえだろ。あ？あげるだろ、めちゃくちゃうめえだ。はいはい、カキフライね、ほら付近。早く年越したいぜ。観光客が増えてたんまり稼げる。聞こえたか？おい見ろ、こっちにウェブがあるぜ。スパイダーマン、飛んで火にいる夏の虫だぜ。いつまで隠れてやがんだ。よし、任せな。おい、今のはクモ野郎がここにいるぞ。おい、手を貸してくれ。音がしなかったか。よっしゃ、やるぜ。てめえに用はねえんだよ、スパイダーマン。デレクか？絶対デレクだな。本気でかかってこいよ。おしまいだぜ。どうだ、偽者。いただきだ。非合図か。誰かに雇われてるみたいだね。誰だと思う？あのさ、出力ゼロだって。知ってる。そんじゃ非常灯をつけるぜ。よっしゃ、他のバックアップをチャージすれば復旧できるぞ。オッケー。ったく、配電所を襲うのにこんなに人必要？上等をつけたのか？お前だろ。いや、多分作業員だろうけどよ。
注意しとけ。停電したのにまだ任務だよ。あの人抜け抜きだと思われんぞ。ああそれはまずい。歯医者の格好言っときゃよかったぜ。分け前もらったら思う存分いけんだろ。一発当てておさらばしたいぜ。出てくんなよ、クマ。黄色い雪は食うなってジミーに言ったのによ、あのバカ。おしまい。警察は相手を間違えてるぜ。知能犯の方がずっとタチが悪いっての。そう。地獄へ道連れってバックアップシステム探さなきゃ。先に進もう。メインのジェネレーター見つけて直せますように。あいつらボスの話してたけど誰だか分かる？銀行強盗なんてワンサカいいんだろ。一応聞いてみただけ。メインブレーカー発見。あいつらを倒してなんとか修理しなきゃね。俺らの手柄を邪魔する奴がいいんだ。そりゃいいんだろ。ボスは敵が多いからな。全員ひねり潰してんだろ。全員じゃねえ、スパイダーマンがいる。計画した奴はスパイダーマンを知ってて、しかも手嫌いしてる。もう一人の方でしょ。僕には敵いないし。今はな。うわ、ポジティブ。エソメクスト。なんだよ。ボスはあいつ嫌ってんだろ。で、スパイダーマンもボスを嫌ってる。関係ねえ。とにかく仕事を終わらせるぞ。休憩してるとよ。これまでのクソみてえな人生の選択思い出せ。会社の学校行っときゃよかったぜ。分け前もらったら思う存分いけんだろ。今年は去年より寒いな。ネズミか。腹が鳴りまくりだ。音がしたと思った。気のせいか。音がしたよ。出てくんなよ、クモ野郎。悪人がかす…くそ、クモ野郎が嫌がる。援護頼む。おい、手を貸せ。で、どうする。
人が来なかったか。ネズミか。隠れても無駄だ。ウェSee you some time.ブレーカーを調べよう。まずいな、電気が来てない。ジェネレーターはどこ？発見。電源が入ってても接続されてなきゃ意味ない。接続 OK。 これで電力戻るはず。ブレーカーを入れよう。ライト点灯。今の音は何だ？猫ちゃん、怖がらないでよ。スパイダーマン？やらねえよ。てめえ。デートの邪魔するのは失礼だって知らねえのか。本気でかかってこいよ。ギターバイクと叩き渡せ。ピンコ強盗の手腕を僕に教えて猫返してくれたら逃がしてあげる。どう？嫌だね。やつを逃がすんじゃねえぞ。マジでさ、ボス教えてよ。どうせいつかバレるんだし。てめえなんかボスに比べたら警報ども怖かねえよ。誰だ、トラちゃん。ボスのお仕置きが怖いってこと。モップがけ一緒にやってあげるよ。スパイダーマンも弱えな。あんなの。てめえ。デートの邪魔するのは失礼だって知らねえのか。どうだ偽者。おかかってきやがれ。消えろ。キングゴンドの手腕を僕に教えて猫返してくれたら逃がしてあげる。どう？ボス教えてよ。どうせいつかバレるんだし。てめえなんかボスに比べたら警報ども怖かないよ。逃がさねえぞ。後ろ来たぞ。ボスのお仕置きが怖いってこと。モップだけ一緒にやってあげるよ。てめえは人を殺さねえ。ボスは違う。痛めつけてやるぜ。
ビビるかよ。俺がやる。今度こそブレーカー入れよう。お家に帰ろっか。ガンケ、電気復旧、銀行強盗阻止、スパイダーマンも救助したよ。お茶の子さいさいだな。新アプリにこいつらとボスのこと投稿しとく。手がかりゲットできるかもしんないし。またな。やあテオ、プレゼントがあるんだ。そうかい。なんだ。スパイダーマン。冒険してきたのかい。心臓止まるかと思ったじゃないか。まったくお前はわんぱくなやつだな。ああ、お手柄だ新人さん。ありがとう。気にしないで。ねえ、猫泥棒の狙いが何か分かった？関連がありそうな事件をいくつか調べてっとこう。ハーレム商業地区の窃盗にフィースト北支部で起きた事件とかな。何か分かったら投稿するよ。オッケー、ありがとう。マイルズ、今日どうすんの？あれから連絡ないけど。ああ、そうだ、ごめん、ちょっとバタバタしててさ。でももう平気。どこで会う？78丁目とウエストエンドの角。78丁目ってサイエンスセンターのとこ？なんで？いいから遅刻厳禁。78丁目とウエストエンド、行ってみればわかるかな。急いで行こう。ロゴを探してみて。オッケー。情報ありがとう。ああ、そうだ、ちょっといいかな。ハーレム2の母さんに聞きたかったんだけど、アンダーグラウンドって知ってる？ああ、ロクソンの建物を壊し回っている人たちね。この町の若者を勧誘してるみたい。まさかあなたも巻き込まれそうになったの？うん、違うよ、おじさんから聞いたんだ。そう、うちの近くの地下鉄の駅で偶然会ってさ。働いてるの知ってた？いいえ、あの人には関わらないで。おじさんに会わせてくれない理由教えてくれなかったでしょう。前はいつもうちに来てたのに。それはおじさんに。ちょっと待って。ごめんね、まだ準備中なの。わかった、着実に票を集めて世界を救って。あら、自慢の息子ね。まだまだ精進しなきゃ。それじゃ、またね。残念でした。俺がやる。死に痛めてやる。不死身じゃねえみたいだな。Oh!
俺がやる。やれるもんならやってみな。ほら、バレないようにね。もしくはもう足洗っちゃえば。私はスパイダーマンだ。市民を傷つける前に車を止めろ。ヤツを振り落とせ。おしまいだ。デートの細かい報告だったり、私にとってはアンダーグラウンドの話。彼らは何者？何が狙い？すっごく単純な疑問なのに答えが見つかりそうにないからイラつくんだよね。盗みも暴行も誘拐も嫌がらせもする。最新技術で商店も犯罪組織も同じように襲い、自分たち以外を目の敵にしてる。調査は続けるつもりだから、情報があれば DM してね。それじゃ、コーヒーのカスはディスポーザーに入れないこと。排水口が悲惨なことになるから。バイ。
らグータラン、こっち。非常階段がグラグラしてるから登るとき気をつけて。なるほど。だからここで会おうって言ったの？来ないからもう帰るとこだった。これ開けるのを手伝って。タイムカプセルも錆びついたね。暗証番号覚えてる？うん、あれ、なんだっけ。嘘だろ、暗証番号暗記しとけよ。いつも俺がいると思うな。わかりました、暗記します。暗記します、はいはい、ったく。それでそいつに何入れるつもりだ？教えない、二人だけの秘密。そう、よく言った。秘密は守るんだぞ。ねえリック、ロクソンの仕事を引き受けるの？お前代わりに受けるか？かもね、オファー待ってるとこ。じゃあお前はライバルだな。まあクリーンエネルギーをぜひ俺に統括してほしいってさ、いつも言ってたろ。クリーンエネルギーが世界を救う。さすがガリベンファンクラブ。ああ、噂をすればロクソンだ。すぐ戻るよ。番号を覚えたんだよね。フィボナッチ数列。そう、トロフィー。僕たちのエネルギー変換器最高だった。確かに、まだサイエンスセンターに展示されてるかな。だといいな。うわ、見てよ、すごいアホっぽい。リックは大人っぽく映ってるけど。だね。リックに何かあったの？ひょっとして喧嘩したとか？うん、違う。フィン、なんでもない。なんで会わなくなったのかな。最悪、遅刻だ、行かなきゃ。ねえ、お互いまだ話してないことはあるよね。次に会うときは隠し事なし、いい？うん、やっぱ考えとく。遅れなきゃね。それじゃあまたね、ちびっこ。身長ならもう抜いたけど。こっちはまだ。中学の卒業式はほろ苦い思い出。フィンはミッドタウン高校に、僕はブルックリンビジョンズに進学。連絡するって言ってたけど、ここで世界が変わっちゃったんだ。ほんと、フィンに会えてよかったな。他のタイムカプセルも探そう。やっぱり後にしよう。帰って集会行かなきゃ。乗り放題パス使うのに持ってこい。スマホを持った、地下鉄のパス持った、家の鍵は？うん、持ったよ。行こうぜ、遅れちゃうぞ。絶対スーツの中に雪突っ込んでやる。って、まだスーツ着てんの？うん、ほら、念のため。平気だって。
な。これだからハーレムってマジ最高なんだよ。通りの屋台、街一番の食べ物、最高の音楽。うん、悪くないね。リオモラレスってどう思う？公表する？母さんが政治家だなんて信じられない。ずっと教師だったのに。似たようなもんだろ。どっちも人をかき集めて喧嘩しないように教育する。すっごくいいね。いいえ。お、ごめん。来学期手話の授業を受けよった。ほら、エスパニョールはマスターしたも同然だし。あ、シー？で、ステックアンド。あらえる。グロリア、ちょっと心配して。グロリア、元気？マイルズ、この子は彼女のステフだよ。イーストでボランティア始めたんだ。はじめまして。シェルターで見かけたらよろしくね。そのことなんだけど。あんたは冬休み中はシフトなし。どうせ閉鎖中だけどね。どういうこと？ああ、心配いらないよ。スピーチ楽しんできな。また電話するよ。いい子だね。そろそろ集会に行く？ああ、リオのスピーチを聞けば気晴らしになるね。パステリオ。おばあちゃんがいつも作ってくれたっけな。注文するのかい？いいえ、また今度。来週 CJ ウォーカーパークにいるから寄ってくれ。ほら、お待ちどおさま。母さんに見られる前に退散する。この子は友達のガンケ、手伝ってくれてるんだ。ほら、スパイダーの。なるほど。俺の甥っ子のこと頼むぞ。努力するけど手がかかるやつで。ちょっと聞こえてるよ。母さんのスピーチ楽しめよ。バラしたの？バレてたの？帰ったら詳しく話す。アンダーグラウンドのタグ、次は何するつもりだろう。できればスパイダーマンと戦うの避けて帰ってくれてればいいな。だといいね。ねえ、スピードノナゴンのバグ直したの？バグ修正するたびに円バグ起こるんだよな。まるで人生だね。頑張って、モラレスさん。ありがとう。見ろよ、ロクソンの奴らめっちゃ警戒しまくってるな。ほんとだ。Buenas noches, vecinos。 ロクソンがこの町に押しかけ、私たちは多くを失いました。なあ、平気か？うん、ただ前回はパウロのアイスクリームショップ、ニューヨーク一の手作りアイスクリームを生んだ店です。ジュニペロのデイケア、多くの人がお世話になりました。みんなが見守ってるんだし。毎週水曜日と日曜日に歌声を響かせていた聖テレーゼ教会もその一つ。ちょっと、今もなおロクソンは実験的燃料であるニューフォームを街中に輸送しています。危険性を明かさずにです。俺はロクソンへの警告だ。貴様らが従う男、サイモン・クリーガーは人殺しだ。このプラザはこれまで奴が犯した愚行の遺産。私とアンダーグラウンドがプラザの開設を阻止してみせる。現場の問題は皆さん落ち着いて。逃がさねえよ、構えろ。出番だぞ、おばさんは俺が。行くぞ。ロクソンを狙えるか、リーチなのね。スパイダーマン、
ティンカラー以外のやつにも責任をなすりつけるはずだ。分かった、気をつけるよ。 派手に爆発してた。急がなきゃ。プラザはただの前座ってことか。もしくはおとり。ゾイン攻撃ソードクスが待った待った。ねえ、撃ち合うのはやめにしない？お前のせいだろ。ダイヤス
た人たちが早く旗をつけて助けに行かなきゃ。ぶっ殺してやる。無事だよ。
爆発のせいで橋が崩れて。スパイダーマンを発見しました。どうしますか。何なんだ。さっぱり。了解。待って。僕はできてない。命の恩人に何するのよ。おい、手を出すな。証拠を取っておく。見て。貴様、今すぐにカメラを止めろ。カメラを止めろと言ったはずだ。よくね。彼女に触るな。ああ、帰れ。最後の警告だ。味方だよ。おい、なんだ。聞いたぞ。嘘だろ。落ちたのか。突き落としたの。どうなった。助けなきゃ。あなたのためになんてよく言うよ。聞く耳持たずに僕を撃とうとしたのに。変な兵器か。わかんない。今日はサイモン・クリーガー氏とブレイスウェイトブリッジ崩壊について話すぞ。私は新人スパイダーマンを応援したいが、彼のなんというのかな、生体電気のせいでロクソンの建物が破壊され、しかも橋まで破壊されてしまった。マジ最悪。出任せばっか。フィンがティンカラでニューフォームを盗んだ理由は謎だけど、僕のせいで橋が吹っ飛んだ。ねえ、違うって。母さん、選挙本部に行くわね。二人とも何か欲しいものは？ココアアイス買ってくるわよ。あんな目に遭ってやめないの？やめるですって？故郷のために戦うのよ。言ったでしょ。下手したら死んでたのに。モラレスは諦めない。そうでしょ。母さん、ここはアイス買ってきて。もし嫌じゃなきゃ。もちろんよ。力があれば何でもできるって思い込んでたんだ。スパイダーマンみたいにさ。そのスパイダーマンってもう一人のことだよな。お前もスパイダーマンだ。自分のやり方でやればいい。かなりやばいことになってきたな。
いつにも増して親愛なる隣人が必要なのかも。短い名前考えなきゃ、売れてるやつって一単語だろ。クワンザのいいところもちろんはしごのみ。マイルズ、やっとつながった。ああ、もしもし、ピート、どうしたの？ニュース見たよ。でもシムカリア語だったから、橋爆発なのか意味不明だけど牛蒸発って言ってるのかわからなくってさ。とにかくフライト確認中、明日の夜には戻れそう。ダメ、絶対ダメ。平気だから、もう犯人見つけたしさ、僕が阻止してみせる約束だよ。わかった、信じるよ。助けがいるなら速攻帰るけど、問題ないなら数週間後にまた会おう。うん、わかった、ありがとう。シムカリア語の勉強頑張って。なんでトイレって意味の言葉が7個もあんの。